どうもこんにちは。今日はですね、これトラベル圧縮袋 L サイズを買ってきました。これはですね、まあ旅行に行く時などになどであるじゃないですか、服って結構かさばりますよね、幅取りますよね。そういう時はこれです。なんかセールスマンみたいになってますけどね。セールスマンじゃねえよ、セールスマンじゃねえよ、セールスマンじゃねえよ。でですね、旅行、出張、収納、抜いた空気が戻らない、これなんて読むんだ、逆止め弁付き、略し弁付き、まあいいや、まあ、とにかく抜いた空気はまた戻ってこないと、入ってこないってことですね。で、日本製で、ここにご使用方法など注意事項ですねが書いてあります。では早速使ってみたいと思います。開封だ。邪魔、あれ切れちゃった。僕の開け方がひどいんですよね、やばい。開かない。よいしょ。じゃん。ポイッと置いといて、こんな感じです。おお、大きいですね、これかなり大きいです。何センチ四方だっけ、四方じゃないか、40×50 ですね。からここの横のこれが40センチ、でここの長さが50センチと、それの長方形ですね。で、素材はプラスチックです。触ってみた感じ普通のプラスチックです。そしてここの上にチャックがついています。そしてここにも使用方法が書いてあります。ちょっと見えづらいですかね。で、ここに弁ですね。あれ弁ついてなくない、あ、弁端っこについてんのか、ここですね多分。じゃあ早速服を出してみましょう。はい、どうも、これが服です。今適当に出してきて畳んできました。服です。まあこんくらいですかね、こんくらいです。高さはまあ10センチ弱ですかね、10センチ、約10センチですね。こんな感じです。もっさり系タオル入れてみました。で、これはユニクロのあれだ、襟がついてる T シャツ。そしてこれはユニクロのシルキードライ。そしてこれが GU の499円で買った普通の T シャツです。ユニクロ系列多いですね。で、これを入れてみたいと思います。まずはですね、ここのチャックをあれ、ここってチャックなんだよね、チャックだよね。なかなか開かない。あれ合ってるよね、こっちか、開いた。じゃあ、ララ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 ラ
では入れてみたいと思います。かなり縦長ですけどね。ホップ、ホップズ、ホップ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 、まあどんくらい圧縮されるのか楽しみでございます。ダメだ、入らない、入らない、まさかの緊急事態発生。はい、今やっと入りました。かなり苦戦しました。そしてここのチャックを閉めていきたいと思います。チャック閉まれ、ほっ。なかなかチャック硬いですね。これはなかなかチャック硬いです。結構力入れないと閉められません。おっと、できたかな。できた。まあ今はね空気入っててそんなあれですけど、これから行きたいと思います。こうやって丸めていきます。おー、出ていきました。かなり強く押し出さないと空気は出ていきませんね。こうやって丸めます。おー、どんどん出ていきます。どんどん出ていきます。力を込めて、力を込めて、お、来ました。こんな感じになりました。じゃじゃん、こんな感じですね。かなり圧縮されました。じゃじゃん、感じですね。なんかあれみたいですね、宇宙食？まあ宇宙行ったことないんですけどね。はい、なんか宇宙食みたいですね。こんな感じです。結構大きくていいですね。ちなみに薄さで言うと、まあさっきの半分くらいですかね。半分もないのかな、そんくらいですね。かなりかさばらないと思います。しかも硬いですね。だから結構硬いですから、そのなんていうの、石杖になるっていうか、よくわからないです石杖、まあ、ちゃんと荷物として運べるんじゃないでしょうか。